じゃあまず、お二人はまだあまり仲良くないちょっと信頼できないということで、やばいです。すごいぶつかってる。そんなまだ信頼してないという。ちょっとね、これ二人はね、まだ信頼してない状態で。脳みそピシャーだわ。はい。じゃあね、これからそれぞれ自己紹介をしていただいて、それで、まあ、お互いに夢をちょっと語り合ってみて、それで、最後にもう一度同じようなそうすると角度がなんと変わっているという実験をしてみたいと思います。そうか、はい、じゃあそれではお二人お互いにちょっと自己紹介をしましょう。お願いします。はじめまして。はじめまして。はじめまして。文人さん。スノートのスノーさんです。はい、雪です。そうですね、そうですね、はい、そうですね、雪国生まれでもあります。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。あと1月までっていう、偶然ですね、私も1月なんです。あ、そうなんですか。で、何日ですか。3日です。あ、3日。私16。あ、じゃあ35倍ぐらい。そうです。大体5倍ぐらい。私、長野県で。あ、長野県。6歳まで長野に。私、隣の県だ。あ、そうなんですか。あ、長野県、静岡県。おー、すごい。昔就職するまでは、まあ、一回就職したんだけど、失敗になって、もう一回就職するときに、こちらの関東に。じゃあ、お二人は、ちなみに今、YouTuber やってる二人なんですけど、夢は何ですか。夢はですね、YouTube でそこそこ送っていけるようになります。癖か、そうですね。まあ、それだけじゃなくて、ちょっと本当に前なんかキャッチコピーがあったじゃないですか。好きなことで生きて。好きなことで生きて。あ、ちなみにくるみやのあれ出ました。はい、出ました。あ、すごい。出ました。好きなこと。本当にみんな好きなことでできてるんだろうかっていうのは。でも、ね、現実問題として、YouTube で食っていってる人。まあ、もちろんいますけど、結構大変です、ね、だからまあ YouTube だけじゃなくて、YouTube を元になんかいろいろやっていければ、確かに別に YouTube 以外の収益もあるんですけど、でもね、まあ、0.01 円です。そういうのもあって、まあ、10倍頑張らないと。確かに、10倍頑張らないとです。じゃあ、スノーちゃんは。私は YouTube でこれといった目標を取っているとかはあんまないんです、ね。まあ、楽しく、まあ、楽しく自分がやっていければいいと思ってるんですけど、まあ、まあ、実生活で言っちゃえば、まあ、やっぱり来年から大学っていうことになって、あ、まあ、自立とか、まあ、なんかいろいろ考えていかなきゃいけないことあるんですけど、やっぱりなんか人と接するのって、まあ、ある程度好きなんですよ。やっぱりこうやってこういうのをしたり、スノーちゃんももうこうやってくれるというか、一生懸命ヘッキーなんで人とこう話してると、もうめっちゃ緊張したでしょうね。そうなんですか。あんま優しい文人さんですよ。くるみに声かかってきてくれて、ヒッキーとは言っても優しい文人さん。こういうきっかけがないと、なかなか話ができない。そうなんです。あ、そうなんですね。じゃあ嬉しいです。はい、ちょっと花について話ができる。あ、花についてね。素晴らしい。素晴らしいお二人。ありがとうございます。それではね、ここは、ちなみにアロマ、お二人はどんなアロマが好きですか。一応、くるみアロマということもあって。何がいいかな。匂いですか。香りですか。香り。何の香り。私昔アロマキャンドルとかすごいハマってた時は。すごい。アロマキャンドル。おお、すごい。なんかそういう系にちょっと気になってた時期が少しあって、今でもちょこっとやったり。素晴らしい。何の花か。私はなんかこうふと、あ、花の香りいいなって。あ、いいな。そういう。あ、素晴らしいですね。じゃあね、このお二人、素敵なお二人、じゃあ今夢を語り合っていただいたところで、先ほどのグルーミング、ちょっとね、スキンシップどんだけこう信頼度が上がったのかっていうのをちょっと調査してみたいと思います。それではじゃあ先ほど文治さんが、先ほどは例えば20度ぐらいですね。そう、まあ、まだ。あんまり仲良く、そうですね、先ほどね、あんまりまだ信頼してないので、ちょっとこれは頭蓋骨割れるなって感じで頭蓋骨、じゃあ今度どうなったのかという実験です